身長、血液型、あと基本情報ってなんだろう。体重？体重か。体重はね、いやまあ言ってもいいけど別に。いやでも私本邦初公開だわ体重。初公開ですけどね。44ですね。辛い？本当？もう普通じゃない44って。私ね、あのさらに風の時とか1キロ落ちるからね。そう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 、152センチやぞ私。そんなもんやで。え、言っとくけど152の44って BMI 値そんな低くないからね。言っとくけど、え、全然低くないから。標準体重だからね、言っておくけど。基本情報なんかあるかな。出生体重。いいよ出生体重、いいよ。ちゃんとは覚えてないけど、私3000以下で生まれてるんですよ。でめっちゃちっちゃく生まれてます。そう、あの本当にめっちゃちっちゃくて機械に入れられるところだったんですけど、元気すぎて出されました。なんでまあその代わり体とか弱かったんですけど、元気にね、泣き叫び、飯を、あ、ミルクを飲み、はい、元気すぎて出されました。はい、確か2800か2900だったような気がする。いやまあ出されるというか、まあ、入れる必要がないだろうという、結論に至ったという話を聞いております。2900じゃないかも。もっとじゃない ?2000、ちょ、おかんに言っとくわ。多分2500とかかな。いや、結構やばい数字だった気がする。2500ぐらいかもね。まあ、2500ぐらいかも。いやー、わかんなくなってきた。いや、ちょ、聞いときますわ。でも、多分、2500ぐらいだと思います。なんか私ね、小学校の時に自分の生い立ちみたいなやつを作文で書かされたんよ。でその時に確か聞いたの、こう本当はその未熟児みたいな感じで出るはずだったんだけどみたいな。で聞いてそれが鮮明に覚えてます。